はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は八海山のカップ酒だけではなく、今回以前飲んだ八海山のこの 1.8 リットルの一升瓶、こちらですね、製造年月日が2013年の2月5日ということで、1年1ヶ月前の製造された八海山なんですが、それと飲み比べをしてみようということで、こちら、ワンカップの八海山が製造年月日が2013年の12月7日。あれ、今日買ってきたやつなんだけど。まあ、今日買ってきたやつなんだけど、4ヶ月前ですね。あれ ?3 ヶ月前か。まあ、3ヶ月前か。今日買ってきたやつは 3ヶ月前なんだけど。まあ、仕方ある前。はい。ということで、それをですね、飲み比べしてみよう、ということで。ね。してみます。こちらですね、ワンカップの八海山なんですが、はい、見ての通り、フィルムが貼ってあります。銀色の。まあ、ね。で、そこだけ、こう、されてない状態。で、こういう感じで。で、こちらにはですね、この商品は紫外線を防ぐため、カップをシュリンクフィルムで覆っておりますと。すごいですね。ちなみに値段が300円。定価ですね。これは定価です。近くのスーパー、近くじゃねえけど、まあ、スーパーに、ね。銀醸酒とかも売ってたね、定価で。1700円ぐらいで。銀醸酒だったか。銀醸酒だったかな ?1700、800円ぐらいで売ってましたけど。まあ、とりあえず、俺は、そこまで。まあ、普通にね。これで十分だろ。ね。普通酒で十分ですよ。うまいもん。普通酒でお前十分うまいもんだって、これ。十分というかもう、非常にうまいもん。ね。ということで、八海山のね、カップ酒、いただきたいと思います。とりあえず、八海山の、通常の、ね、作りたての、3ヶ月前ですけど、乾杯。うまい。そう、今日ね、母親に、あれ、この八海山の 720ml のやつ。値段が、960円ぐらいやったかな。のやつをね、ホワイトデーのプレゼントとしてあげてきました。まあ、喜んでましたけどね。俺が、今まで飲んだ日本酒の中で一番うめえっつって。一番うめえから飲んでみーっつって。ね、あげましたね。あ、うまい。でもなんか、あれ?これはまさか。キラーン。ということで、今回は、じゃあ、ね。はい、こちら。1年1ヶ月前の製造の、いわゆる古酒です。古酒。古い酒と書いて古酒。飲んでみます。乾杯。あ、これ、古酒の方がうまいんじゃないか。なんかコクが出てるぞ、これ。まさか。古酒の方が、いや。
甲子園の方がなんか、なんか、口の中に広がる香りが、なんか、ちょっとなんか、これもしかして、コシの方がうまかったりするパターン。まさかの。あれ?おかしい。俺、それはないと思ったんだけど。あ、やっぱり、新しい酒飲むのはうまいわーって言って、締めようかなと思ってたんだけど。あれ?なんか、新しい酒の方がなんか、あれだぞ。いや、うまいんだけど。おとなしい。簡単に言うと。新しい、この、新酒は、おとなしい。うん。うん。やっぱあれなんかな、未開栓の状態で、いわゆる冷暗所に置いて、ほっとくっていうのはいいんかもしれないですね。でもこれが改善してからの状態だとやっぱだいぶまずくなってたと思いますよ。さすがに。うん。うん。これは。うん。でもやっぱ八海山はやっぱり、先ほど腰の乾杯の清酒飲んだ後ですけど、だからやっぱり、なおさら甘く感じるね。コクがある。というか、酒の甘みがあるっていうか、米の甘みを生きてるっていうか、うん。あ、これあれだ。ちょっと甘みが抑えられてるな。古酒になると。古いやつはちょっと甘みが抑えられてるけど、香りがなんか。いや。ああ、でも、どうだろう。あ、てか全体的に抑え気味になってるかもしれない。いや。あれ?なんか、甘くなってる。古酒の方が甘くなってる。ただし、香りとかが落ちてる。香りとコクが落ちてる。けど甘くなってる、なんか。甘さが増す。増やす。うん。うん。うん。多分。うん。にしてもあれだな。ものすごい骨があるな。ちょっと、スープ飲みます。うん。あ、スープはうまいわ。出汁が出てて。うん。V。
あ、スープうめえわ。うん。スープうまい。スープうまい。あんまり身が、なんか、出汁が全部出ちゃって、なんか、身がなんか、身に旨味は残ってない。もう、干からびた状態になってる。感じかな。うん。まあ、ということです。うん。うん。やっぱり、八海山うめえわ。うん。でも、やっぱり、新しい方が香りが豊か。ですね。うん。口の中にこう、ぶわっと広がる。だけど、古いやつは、甘みが強くなってる。なんか。うん。気がするけど、なんか、わかんないな。わかんないね。うん、うん、難しい。でもこれは腰の看板に比べると酸味が全然ないね。はっきり言って。あ、でもだいぶあれだな。うん。だいぶ、こっちの方がな、どうなんだろう。わかんない。もうわかんなくなってきた。だんだん。なんかこっちの方が水みたいなんだよな。新しい方が。うん。あ。ああ、そうかもしんない。ちょっと待って。ちょっと味を整理しよう。うん。なんかね、古い方がね、違う。新しい方が本当に水みたいなんだ。うん。いわゆる腰の看板に似た感じなんだよね。で、古い方が、ちょっとね、日本酒のね、いわゆる、アルコール臭がちょっとする感じなんだよね。うん。うん。アルコールのか、香りとかが結構出てて、ちょっとコクがあるんだよ。うん。コクが出てんだ。あー。これあれだわ。これ多分コシの方がうまいわ。これ分かった。結論。結論これ分かった。コシの方が断然うまい。多分。断然ではないけど。いや、まあ、いや、断然うまいな。うん。断然うまいな。ああ。うん。これ断然うまいわ。はっきり言ってね、新酒の方がね、なんか霞むレベル。うん。これあれだわ。俺、
1リットル、鍋に使ったのは完全に間違いだね。うん。どう考えてもこっちの方がうまい。コクがあるし、香りもなんか深みがある。上に、なんか、米の、香りが結構出てる。うん。あ、参ったな。しくった。完全にしくった。しくったな。はあ、なんで俺1リットルもこれ使ったんだろうな。やべな。また1リットルこれ、いや違う。一升瓶のやつ2000円で買ってさ、俺のスーパー、近くじゃないけど、柴田のね、スーパーにね、2000円で売ってるんですよ。いつも。まあ、だから、ね、それ、ちょっとそこら辺に貯蔵しといてさ、1年後に飲もうかな。ああ。でもね、八海山の清酒じゃなくて、本醸造。もうちょっと飲みたいんだよね。720ml、1207円。うん。うん。これもちょっと飲んでみたい。ね、あと、吟醸酒。吟醸酒が1753円。これ普通にそこら辺で売ってたからな。そして、純米吟醸酒。うん。そして、大吟醸。これも大吟醸も売ってたね。確か。わかんない。忘れた。あ、売ってなかったっけ。大吟醸売ってたっけ？売ってたっけな。ね。あと、ちなみに、八海山の八方濁り酒。濁り酒っていうのも売ってました。あと、八海山の米焼酎も売ってました。うん。米焼酎ね。これもちょっと飲んでみたいなと思ったんですけど。よろしく千万あるべし。っていうやつですね。あ、そういえば、あと日本酒も、あ、じゃあ、梅酒も売ってたわ。梅酒。八海山の原酒で仕込んだ梅酒。うん。これ飲んでみたいな、八海山の原酒の梅酒。ねえ。あれこれ、八海山の甘酒も売ってなかったっけ？これ売ってた気がする、甘酒。あら。あらまあ、これ売ってたな、これ。ね、新潟のね、新潟っていうか、柴田市のね、まあ俺の住んでるとこにある、まあ原新っていうとこですね。まあ分からない人は分からなくていいわ。原新っていうところで、なんかやけに、そういえば八海山のだけやけにあったな、あれな。梅酒あったし、八海山の、米焼酎もあったし。で、吟醸酒もあったし。で、清酒もあったし。で、このカップ酒の清酒もあったし。なんか、やけに品揃えが豊富だったな。うん。とりあえず、本醸造飲みたいですね。本醸造。以前ね、まあ、ググれば出てくるんですけど、八海山のね、あれですよ。
ちょっと待てよ。八海山の、あの、四つ目の動画があるんですよ。それ見た結果ね、やっぱりね、うん、すごいらしいですよ、八海山は。うん。八海山の四つ目の動画見てみ、見たらいいと思うんですけど、あのね、現場、あ、じゃ、大吟醸酒とかに使われてる製法を、あの、いわゆる普通酒でも、まあ、ね、使ってると。使ってるというか、まあ、いわゆるその、その製法の、を取り入れて、ね、作ってるらしいんで。うん。すごいらしいですよ。とにかく。うん。うん。いや、でも、八海山やっぱうめえわ。うん。うん。で、ちなみに今見てるサイトだと、しめはりつるが一番うまいらしいです。1位。人気ランキング、1等賞がしめはりつるの花。2位が金鶴、金鶴っていう酒。これ知らないな。見たことないな。うん。で、3位がこちら。八海山の清酒。となってるみたいです。まあ確かにしめはりもうまいよね。うん。うん。しめはりもうまいです。このしめはりの宮尾酒造の製品が、どうやら3月1日より値上げするという案内があるらしいです。ので、値上げしたみたいですね。もうね。うん。なんでもかんでも値上げですよ。本当に。うん。でも、しめはり釣り安いですね。あの、一升瓶で1800円。1800ml、1798円ですか。安いな。はぁ、あ。しめはりつるの銀線銀醸酒ぐらいまではまだ普通に売ってるんですけど、大吟醸酒ぐらいになるとちょっと売ってないですよね。まあ、売ってないですよねっていうか。ね。まあ、俺、売ってるところ知ってますけども。ちょっと高いですね。やっぱ5000円ぐらい確かした気がするんですけど。どうだったかな。うん。うん。あの、大吟醸酒の銀じゃなくて、金か。金っていうのが一番高いやつなんですけど、どれだったかな。ちょっと値段を調べてみますけど、ちなみに銀、シルバー。あ、あった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 。ね、大吟醸酒の金ラベルが 720ml で3880円。かけー。あ、でも4000ぐらいか。で、銀ラベルが3040円。ああ。だから、
一応これが一番高いのか。金ラベルが一番高い。3880円。これがおそらく一番高いやつ。ランクが高いやつですね。まあこれ定価で売ってるとこ知ってますけども。俺その3880円も出して買う気がないっていう。ねえ。のもあるんですけど。ねえ。これ多分市場でヤフオクとかだったら確実に1万超えてますね。絶対。これも一応、県外だとプレミアついてますからね。まあ。俺もなんとなくこう、ね、いわゆる、なんだ。ね、転売中の、になりたい気持ちもわからんでもないけどね。でも、転売中っていうのは、ま、結局のところ、買う人間がいるからこそ、転売中が湧くわけで。転売中がいたとしても、買う人間がいなければ、最終的に自然消滅するわけですからね。まあ、だから俺は、転売で、転売されてるものを買うことも、買うっていうことはしたくないしね。まあ結果としてそれが、後々のね、定価で買う。まあ、今プレミアだけど定価でね、後々定価で定価になるっていう布石でもあるし。まあ当然のごとく、転売中がいなければ、まあ、その、ね、値段になることもないわけだから、転売中もやっぱり、撲滅はしたいものですけどもね。まあ、だから転売中撲滅のためにもね、やはり、定価で買うべきでしょう。少なくとも、新潟県のお酒をね、わざわざ、ヤフオクで買うことも、まあ、あるわけはないわけですしね。まあ、定価で買えるものは全て定価で買っていきましょう。転売中撲滅のためです。買う人間がいるからこそ、ね、売る人間が出てくるんだ、ということです。締め張り中の大吟醸か。1.8 リットル8660円。高え。どんだけ高えんだよ。どんだけ高えんだって。あれ？あ、締め張りするが、まあそんなもんか。あれ？あれ先ほど俺が超高っけって言ってた、14台の流線、定価1万円らしいですね。一升瓶で。あれ？ 14 台の定価って、14台の定価？ 1 万円なのか。まあ、1万円でも十分高いんですよね。少なくとも1万円ですよ。定価で、14台定価でググりますけど。1万円か。定価。マジであれだな。これ、なんだ。芋焼酎のさ、一番高いさ、なんだっけ。あれに、あれレベルだね。
なんだっけ、忘れた。ほんとあれだな。俺多分、あれだわ。なんか、あれっていう言葉がやけに出てくるけど、俺。やばいかもな。マジでやばいかもしんない。いわゆる若年性痴呆症なのかもしんないですね。ぷぎゃーということで。マジでこれ定価、14台の定価って、いくらなんだろう。ちなみに楽天市場だと、なんと、はい、10万円。はい、10万円いってますね。しかも売り切れてます。どうなっている?どうなっているんだ?純米大吟醸。15万円売り切れてまーす。あ、売り切れてねえか。さすがに15万は高すぎるのか。14台。龍泉。違う、龍月。龍泉。19万。じゃあ10万9千。約11万で売り切れてますね。どんだけなんだよ、これ。定価いくらなんだよ。日本酒でお前10万とか、気違いだぞ。どうなっているんだ?龍泉やっぱり1万4000円とかするみたいですね。1万4000円。龍泉1万4000円らしいです。よくわかんないけど。どうなんだろう。どうなってるんだろう、これは。でもね、少なくとも俺の腰の完売知ってる中だと、金無垢は売ってました。定価で。うん。まあ、俺が見てる中だと。金無垢と、あと、俺が行ける、車で普通に出てたやって行けるレベルで行くと、腰の完売の、金無垢と超特選。超特選も普通に売ってるな。ただ、特上酒に関しては売ってないですね。特上酒は見ない。うん。新潟でも見たことないね、特上酒は。少なくと。俺は、あと、締め張りっていうのは先ほど言った金。金は売ってました。うん、まあ、でもやっぱり、あと、久保田の饅頭ぐらいは普通に見るとは思うけど、ただ、まあ、値段がどうかは知らないです。ね、腰の看板は普通に売ってます。俺の行ける範囲では、腰の完売と、うん。締め張りに関しては、ね、まあでも、腰の完売と締め張りだったら俺締め張りの方が飲みたいですね。個人的に。締め張りの方がまだ、腰の完売か。うん。美味しいかな。あ、やっぱこれスープがうまいわ。うん。これスープがうまいんだ。うん。うん。はい。ということで、今回は星はつけません。が、うん。これだけは言っとく。腰の方がうまいと。
ではご視聴ありがとうございました。